はい、おはようございます。いいですか。はい、本日行政改革推進会議において令和6年度の秋のレビューを11月14日木曜日、15日金曜日に実施することとし、合わせて対象テーマを決定をいたしました。テーマは配布資料の通りでございます。都合の許す限りですね、両日とも私も参加をする予定であります。秋のレビューでは、本年9月に各府省庁が公表した行政事業レビューシート等の内容も踏まえ、 EBPM を着実に推進する観点からの議論を行う予定でございます。具体的には行政事業レビューシートの内容を踏まえ、 EBPM を推進し、より効果的で効率的な事業としていくための議論、基金については成果指標の改善や管理体制の検証といった観点からの議論、このほかに EBPM の推進を担う人材の育成のあり方についての議論を行う予定になっております。前例にとらわれることなく議論を行い、議論の結果を新たな時代環境に照らして必要な見直しにつなげていきたいと考えております。当日はインターネットでの生中継もあるので、国民の皆様にはぜひご覧いただきたいと思います。私から以上です。これより質疑応答に入ります。ご質問のある方は挙手ボタン、またはチャットでお知らせいただき、ご指名させていただきますので、ミュートを外してご発言をお願いいたします。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。日経の手塚さん、どうぞ。日経新聞、手塚と申します。おはようございます。秋のレビューについてお伺いします。今回事業で9つですかね、全部であると思うんですけれども、その今回その選ばれた選定のこう主な基準ですとか、あと今回人材育成のあり方についてという項目がおそらく新しく設けられたかと思うんですけれども、このあたりの狙いについて、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。まず行政改革推進会議においてテーマを選定をさせていただいたところでございます。またですね、EBPM の推進を担う人材のあり方ということで、もともと EBPM もですね、私が自民党の党 の, 行政改革本部でですね、私と小倉さんが最初に言い始めてですね、でこれをですね、行政事業レビュー、昔でいうと自民党でいうと無駄撲滅チームというのがありまして、このチームでですね、初めて国政にですね、この行政事業レビューの手法を持ち込みました。で当初はですね、EBPM って発想が本当に弱かったんですが、今こういったEBPM が当たり前になってきたわけでありますけれども、行政事業レビューの中でもこれ反映されているわけですが、そういう感覚をしっかり持ってですね、予算とかですね、政策を執行できる、そういった人材が必要だろうということで、今回ですね、その育成のあり方についてですね、また改めて議論をして、そういったマインドを持ったですね、国家公務員の人を増やしていくと、しっかり教育の仕組みを作っていくということで、テーマとして入れさせていただきました。ありがとうございます。先ほど平さんもご指摘あったように、平さんご自身党の方で行革、河野さん本部長の下で、代理務められたこともあると思うんですけど、この、10年、数年ぐらいのこの、行革のこう何ですか、取り組みというか、政府の取り組みのこう進捗というか、今回その行革担当大臣もなられたということで、この辺りのこう進捗ですとか、まだ残っている課題についてはどういうふうに問題意識をお持ちでしょうか。まずはですね、レビューシートというものを、これ民主党政権ですけれども、政府に導入をしたと。それでこれ政府の中でもですね、これ続けるのかどうかって議論も実はあったんですが、私はこれちゃんと続けるべきだという、当時党におりましたけども、そういう話をさせていただいて、だいぶそのレビューシートが蓄積をされてきたことと、レビューシートの書き方自体もですね、だいぶ進化をしてきたというふうに認識をしています。で今後はですね、まさに EBPM の観点とかですね、そういうのを、マインドとしてですね、植え付けるというかですね、皆さんに持っていただくということと、あと今後の展開としては、例えばそういう良質な行政事業レビューシートのデータが蓄積をしてますので、例えばですけども、
まあ、例えば生成 AI などにそれを読み込ましてですね、どこが問題かとかですね、指摘をさせるなんて取り組みはできると思ってますので、まあ、だいぶ量子のデータが蓄積をされてきたので、これからまたいろんな展開が見込まれるんではないかと、個人的にはそういう印象を持っています。ありがとうございます。ありがとうございました。保団連元並さんお願いします。元並さん声が聞こえません。あ、元並さんどうぞ。音がちょっと出てないみたいですね。ミュートになってるかもしれないです。聞こえないですね。じゃあ元並さんにちょっと長文させていただいて、他のご質問の方いらっしゃいますか。元並さんいかがでしょう。こっちの声も聞こえてないのかな、はい、かもしれませんね。ではよろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして、本日の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。